はい、今日はですね、ソウルくんですね、5月1日に撮影したやつですね。もう3ヶ月も前になりますが、なんだっけな、ジュニアの試合に、東京まで出てきて、で、ついでに来てくれたと。なんかうちのチャンネルもたまに見てくれてるらしくて、なんだっけ、ルールの動画が好きみたいですね。ファールっていうのが好きみたいですね。ソウル君はですね、2014年3月生まれ。なので、9歳かな ?9 歳だから、3年生。3年生、4年生。3年生かな?ちょっと、4年生か。早生まれだからちょっとわかんない。まあ、3年生か4年生ですね。非常に若い。まだ9歳ですからね。さあ、小崎ですね。タックのブレイクから始まりました。今日はですね、私、自宅からお送りしてます。あまり大きな声で喋ると、子供たちが起きてきたり、妻に怒られたりしますが、そんな中、頑張っていきましょう。卵焼きとビールを共に解説をしていきたいと思います。さあ、いきなり土手好きですね。土手のログ、まあこれが入んない。見えなかったのかな。ちょっとなんかぐるぐる回してるやつがいますね、向こうで。マナー悪いですね、あいつはね。さあ、そしてソウル君の出番です。フリーボールですね。まだやっぱちょっとね、身長が、まだこれから伸びるという、これがタックをね、多分大きく越してくる男だと思うんですよ。ビリヤードも身長も。ね。まだちょっと今これからというところで、なかなか届かない。しかもね、このテーブルちょっと高いんですよね。このテーブルアルビスで一番高いテーブルで、ちょっとこの台でやってもらうのは申し訳ないなっていう感じはします。たっくんがね、大人の、俺は大きいだろ?俺はこんなのも届いちゃうんだぜ?みたいな感じで行くわけですが、まあ3番サイド、4番、今日はあれですね、なんか画質悪いですか?いつもより。なんでこんな画質悪いの?私のパソコンだけでしょうか。少し画質が悪く感じます。さて、ソウル君はね、なんかアイドル活動もしてるみたいですね。とってもね、いい男で、モテモテになるんじゃないかと。甘いマスクで。とっても可愛い子です。絶対かっこよくなりますね。いや、この日は、お姉ちゃんと、お母さんとお父さんといらっしゃったんですが、お姉ちゃんもアイドル活動してるらしく、結構よく東京来てるみたいで、めちゃくちゃ可愛いです、お姉ちゃん。あと、これだけは言っときたいんですが、お母さんもめちゃくちゃ素敵です。お母さんとお姉ちゃんが素敵すぎ、眩しすぎましたね。そりゃ、ソウル君もかっこいいわけだと。お父さんももちろん来てて、まあそんな家族の長ですからね。もちろんイケメンなわけですが、ちょっとお母さんとお姉ちゃんの眩しさにやられて、あまりお父さんを思い出せないという。お父さんごめんなさい。お父さんね、また来てください。ビリヤード一緒に今度やれたらいいなと思っております。まあ、そんなわけで、全然解説もせず、ワンラック目が終わりそうですね。タックンが。会長に取り来てます。あ、外したかな?入るのか?外しましたね。はい、ソウル君チャンスです。さあ、ソウル君、ここ届かないですからね。スコを使い。穴前の球っていうのは難しいですね。どこ当てても入るんですが、ね、入れるのは簡単なんですが、ポジションがむずいと。お、うまくつきましたね。これは少し考えてる。やっぱ身長もあるんで、ここら辺だと届きますからね。遠く、やっぱこう、
遠くてもつきやすい分狙いやすいのは、これなんかね、大人だとちょっと遠いなっていう感じしますけど、ソウル君ぐらいからすると一番つきやすいアングルなのかもしれませんね。さあどうだ、おー惜しい、お難しく残りましたね。ソウル君がこれ今5月でしょ、3ヶ月前だけど、結構ビリヤードずっと続けてくれてるみたいで、もう日増しに上達してると風の噂で聞いております。まあ、夏休みだからね、今ね来てくれてもいいかなと思うんですけど、まあ、そんな簡単に来れるもんでもないので、年1回ぐらいね、タックンと対戦してもらえればと思います。そこをね、やっぱ事務所に所属してるんで、こういう YouTube に出るのもやっぱ事務所の許可が必要だったりもするんですよね。心よく OK をしてもらいまして、ありがとうございます。さあ向こうではあれですね、黒子が偉そうになんかレッスンをしてるようですね。おさあソウル君、ちょっと今のは入れときたかったところもありますが、さあどうでしょう、これはタックン1セット目取れるのか。1セット目取る取らない大事ですからね。しかし最近タックンはね、ほんと下手ですね下手じゃないけどやりづらいのかな、やっぱりね、出だしなんでね。さあこれ入れてもらいたい、うまい、おお完璧じゃないか、すごい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 、オブナイスだ。さあこれはつきづらい、遠いんじゃないかな、そうだね、これもレストリーなのかな、届くか、出ろ、おー惜しい、ちょっとやっぱ身長の今ねハンデがありますね、今これから本当伸び盛りですからね、身長はね。うちの子も今5年生で急に大きくなりましたからね。さあ外しております、たっくんもまだ温まっておりません。そしてこれは届かないんじゃないか、ベストでも届かないんじゃないでしょうか、どうでしょうかねえ届かないよね、どうする、あなんかすごいエクステンション持ってたな、ビヨーンっての中に入れて空洞のやつで、すごい伸びるやつ、ほら長っ、お届いた、すごい、でろでろ、そうナイスだ、外れた、外れましたね、さすがにこれアタック入れるんじゃないでしょうか。はい入れました、1-0ですね、1-0。さあそして1-0からタックのブレイク、もうね 2-3 年したらソウル君に勝てなくなるからね、今のうちにこう俺はすごいんだぞってしときたいところですが、ノインノインですね、まあ座りね見せてもらいたいですが、惜しい、やっぱなんでしょう、こう大人から始めるとね、なんかこうこうした方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないかってこういろんなこと考えますけど、まっすぐですよね、子供から始めるとね、若いうちから始めると、とりあえずまあストローク、綺麗なストロークから繰り出すね、数々のショットで迷いなく入れていくという、なぜね大人は迷ってしまうのか、見習いたいところですよね、この8、うまい、ナイスショット、まあ、あと楽しんでますよね、やっぱり楽しいから上手くなるのも早いでしょうね、きっとね、おお、すごいすごい、ナイスショット出ました、
さあ3番も、はい、うまい。ちょっとこれ4番が届かない。3球連続ですね。テンポいいですよね。ポンポンポンといって、はい。ちょっと難しくなってしまいました。次はオレンジですね。オレンジ。ここもなんとか入れてタックをびっくりさせてほしい。いっちゃえ、いっちゃえソル。どうだ。天才、天才がいます。天才がいます。さあ、これも入れろ。あと4つ入れてしまえ。ああ、惜しい。入っちゃえ、入っちゃえ、入っちゃえ。入ってしまえ。入ってしまえ。入ってしまえ。ああ、惜しい。いやあ、今の5番素晴らしかったですね。タックビビってんじゃないですか。あんなの入れんのと、ね。さあ、で、ソウル君のリズム、見習ってほしい。トラは最新の注意を払っていれば外す、最新の注意を払って外すみたいなね。さあ来い、ソウル君、やってやれ。どうだ、ちょっと薄めの6番入れました。ナイス。これなら、お、これ入れれば、おお、なんかやってますね。入れれば出そうな感じもしますが、頑張れ。これも入れてしまえ。ストローク綺麗だな。ああ、うまっ、うまっ。止まれ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 、ダメだー。いやー、よく入れますね。惜しいですね。ポジションもちゃんと考えてますね。ちょっとこのテーブル早いんですよね。ポジションが早くて、ラシャも早くて、僕もたまーにやるとやっぱ苦しめられるんですよね。うちの店の中で多分一番早いんじゃないかなっていうぐらい早いんで。おそらく普通、通常だったら今出てましたね、ポジションね。いやー、アンラッキーですね。まあ、2球、どうもありがとう、ソウル君。ここまでありがとう。僕はこの2球ぐらい入れられるよ、みたいな感じで今、タックに登場です。さあ、これちょっと下ついてね、こう出すんで、ちょっと出す、ほら、出すぎますね、やっぱね。ちょっと早いですよね。いかに合わせられるか、というところです。タック2-0。あ、入るのか、スクラッチか、スクラッチか、スクラッチないのか。スコア。まず、あ、交互ブレイクでやろうかっていう話ですね、きっとね。黒子がね、余計なこと言ってますね。なしでっつってるな。本当に？なしはないだろう、きっと。今これで多分 2-0 だと思います。ちょっと3ヶ月前のことなんで全然覚えてないですね。さあ、2-0 からソウル君のブレイクですね。ああ、ちょっと疲れたちゃったかな、1番にね。やっぱり、あれでしょうね、きっと。ちょっと気合も入っちゃってるんでしょうね。うん、YouTube に出る。まあ、アイドルですからね。アイドル、うん、アイドルですから。カメラは慣れてるでしょうね、きっとね。CM とかにも出てるらしいですよ。アウディかな？アウディの CM とか。ね、これからビリヤード上手くなってくれて、ね、アイドルも成功してくれたらもう、ビリヤード界が、何ですか、ビリヤード界の未来は明るいですよ。彼が引っ張ってくれてるんじゃないでしょうか。さあ、たっくんも、ね、ビリヤード、ついにね、1万人行きましたからね、チャンネル登録者。このたっくんのビリヤードをみんな見てるわけですよ。見てください。この、おっと、上手っぽい感じで出すぎるみたいな。ね。こんなタックンを1万人の方が見てくれてるというのは素晴らしいですね。まあ、さっきも言ったようにちょっとね、クッションが早いのと、あとまあ、お姉ちゃんと奥さんが可愛いのと美しいので、まあタックンも少しやられてるところもあるんじゃないでしょうか。隣の台では、ね、アイドルのお姉ちゃんと
素敵なママが、おーし、いるわけですよ。そりゃね、男子たるもの緊張します。さあソウルフード、あー思い切りがいい、あーアンラッキー、かわいいな。さあどうする、ダックン。うちもね、あの5年生と2年生の子供いるんですけど、まあ、ビデオがあんまやってないんですけどね、あんまっていうか全くやってないな。こう、なんだろう、家にいるサイズ感とこうビデオでやってるサイズ感ってなんか違いますよね。やっぱりこうテーブルを前にするとちょっとやっぱ、おーっとコンビ魂全然入れませんね、やはりね。ママとお姉ちゃんの前だとコンビも入らないんじゃないでしょう。さあソウル君どうする。コンビか、セーフティーはあまりしないかな。まずは攻撃、攻撃力大事です。私もセーフティーするのはここ 2,3 年です。 2,3 年でセーフティーするようになりました。まずは攻める。でも今のプレイヤーはセーフティーも上手いですよね。本当早いうちからセーフティーを覚えて、やっぱ今もう回ってこないですからね。セーフティーしないと勝てないですからね。すごいレベルが上がってるんで、セーフティーの技術も上がってますしね。ジャンプもねレベル上がってますからね。なんか球のレベル、球の性能もすごい良くなってますから、ね、さあタン君が全然入れませんね、これね。いいんですかこんなんで。まあね、僕としてはね、ソウル君のビリヤードを見たいというところはあるんでいいんですが、ね、1万人の方が見てくれてます。おーとし、さあね、こう簡単なの外してるとこうやってねロール流れが悪くなります。これは難しいですね。でこう手玉があの壁際にね寝返り打ってる背中で泣いてるパターンですね。そういう時は難しいです。つきづらいやつですね。大体外れますね。さあこれも難しく残りました。どうするソウル君。なんだよ、わざわざここまで来たのになんでこんな難しいともばっかやらせんという。バンク行っちゃうぞ。僕だってバンクできるんだ。こっちか、ここが、よし、ここでしょうよ。どうだ、頑張れソウル君、入れてしまえ。あ、惜しい。サイズ感がいいですね。来年来てくれたらまあ全然違うんでしょうね、大きさがね、きっと。さあ、まあ、5年ぐらいしたらもうね、タックンのタックンなんか抜いちゃってるんでしょうね、身長ね。そしたらめっちゃかっこいいんだろうな。ね、タックンぐらいの身長であの顔はやばいっすね。モテモテじゃん。さあね、もう5年したらタックン何も勝てなくなるんで、今日はねぜひ勝ってもらいたい、タックンに。どうだ、ナイスだ。ちょっと早いぞ。いや、バッチリだ。いや、ちょっとやっぱちょっと転がっちゃいますね。思ったよりもクッションが早いというテーブルですね。このチャンネルではこのテーブル初めてですかね。あんまりこのテーブル使わないですからね。うわいやー見せますね、タック君。ちょっとソウル君にもね、ちょっと見せ場を与えるという感じではないでしょうか。これはどうしてですかね。どこ行くんですかね。パッと見サイドにね、下のサイドに行ってポンポンとストップで行くのが良さそうですが、彼はどういう選択をするのでしょうか。ソウル君、なんかパパかな、ドライになろう。さあどうだ、ナイス。さあこれも入れてもらいたい。いや、かっこいい。2-1です。急にソウル君の背が伸びましたね。
これはあれですね、あの落下するときだけ踏み台やってるんですよ。見てください、このサイズ感。ソウルかも、あれだろうな、5年後とか見たら笑っちゃうだろうな。え、こんなちっちゃかったのみたいなね。ぜひビリヤードを続けてほしいな。めちゃめちゃかっこよくなりますよ、これ。サブレイク。さっきちょっと薄めに当たっちゃいましたからね。真ん中を捉えたい。おお、真ん中捉えました。あれなんで入んないんだ。これ壊れてますね、このテーブルね。今バッチリだったんですけどね。さあ、そしてタックン取り出し1番黄色ですね。バンクかコンビかどっちですかね。男は黙ってカット。あったね。あ、キャノンか。そんなおしゃれな技を出すのか。手玉でポン。残念。つきづらい。もうやだな。こんなつきづらいの渡さないでほしい。うら、難しい。おお、かっこいい。すごいぞ。ナイス。ああ、またちょっとテーブルにやられてます。走りまくります。いや、かわいそう。せっかく入れたのにな。これは見えてなさそうだけど、どうだ？クッションからいけんのか？クッションから2番いって、うまい！入れ！入れ！なんで入んないんだ？惜しいな。見てください、このタックンの巨人感。進撃の巨人ですよ。でかい。でかタックン。こんなタックン見たことがない。タックね、ワニと一緒にいるから結構大きく見られがちなんですけど、大体会うと、あ、思ってたより小さいんですねって言われてますね。ちょっと170ないぐらいなんで、あら、ソウル君が170いったらもう、あれですよ、タックン。ビリヤードもその頃にはもう勝てないんじゃないかと。ああ、いいですね。リズムよくついてますね、タックンも。見てろ。俺は。取り切るんだ。4番から6番は下でドーンだ。下でドーン。どうだ、この下でドーン。見た。男らしいだろ。これが大人のビリヤードだ。これもだってな、真ん中下でドーンってついて弾いて出しちゃうんだ。見てくれ。ダーン。あれ、弾けない。熱い。違うね。さあ、ちょっとここら辺だと届かないんだろうな。真ん中ら辺にあると届かないんだよね。で、またエクステンションをつけ、まあ玉なりで出そうな感じしますね。8と9の間を通してまたセンター付近に出てくれれば7番、8番、9番といけそうですけども、どうでしょうか。ソウル君のプランは届かない。届かない。大変だ。ああ、そう、そこ通して、もう一回クッション入って止まる感じが良かったですが、まあいいでしょう。逆にね、届くからね、つきやすいっていうのもありますからね。入れると、なんかスクラッチしそうな感じもしますけどね、向こう側のサイドポケットに。どうでしょうか。スクラッチしなかったら8人で。うわ、バンク！ノータイムバンク。なるほどですね。いいですね。発想が素晴らしい。さあ、これ、あんのか、120度ぐらいあるカットですけど、どうでしょう。やっぱりバンクですかね、左下のバンクか。カットは行くのか？カットか？あるのか、これ。そう、画面上なさそうに見えます。あ、バンク！ノータイムバンク、お返しだと。お、見たか、これが、ババンクだと。言わんばかりに。いい歓声が上がってます。うわー、言われてます。さあ、ここ見せ場じゃないですか。タックンの見せ場。スリークッションで行くじゃないですか、これは。ねえ。これ、スリークッションで入れて、かっこいいですよ。
見てください。チャンネル登録者1万人の男、1万人の男のそのスリークッション、ちょっとなんか当たらないような感じがしますが、どうでしょう。当たりません。さあソウル君チャンス、再びのチャンス、どうだ。ちょっとストップしちゃうとね、引けば難しいので、下ついて、おー、うまい、ナイス、ナイスだぞ。これも入れてほしい。しっかり休み見て入れよう。そうだそこだ、そこに当てれば入るんだ。あずいじゃあ簡単に残っちゃったみたいな感じですね。今入れてればね、2-2になったんですがね、惜しかったな。さあこれで3-1になってしまいましたね。はい、3-1ですね、たっくんのリード。お、やっと入りました。お、ブレイク1個2個入ってきたか。ついにマス割り、これ2番がサイド前に止まればマス割りだが、これはマス割りではなさそうな感じですね。さあどうでしょう、これ普通に2番を左のコーナーに入れたらスクラッチしますね。それはもう間違いなくしますね。さあこれタックンの選択は何でしょう。どうするんだろう、これ手前の一回クッション手前に入れてじゃないな、なんセーフティーか、セーフティーはないだろう。297かな、297ドドドン、なんだなんだなんだ、多分これはあれですね、強くつきましたね。お、そしてもうノータイムでいく、入れろ、よし、どうだどうだどうだ、いやーナイスナイス、4枚ブロック入ってます、4枚ブロック、これ難しいんじゃないですか。たっくんなんか楽しそうだぞ。な、何を喋ってるのか分かんないけど楽しそうだぞ。ちょっと音を聞くしてみようかな。音を聞くしたらなんか黒子のなんか声が聞こえない。適当なレッスンやってるからな彼は。うわーすごい、なんかもう一回もう一回あったら行くんじゃないかなこれ。ほら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 、行きそう。いくらね、このクッションが速いってもそんなにはいかない。さすがにそんなにいかない。さあ、ソウル君ファールいただきの、これ3番どうする？ 3-7 コンビか。3-7 コンビに行っていくのか、どうする？どう？難しいね。3番サイドか？コンビか？どっちだ？3-4 コンビみたいな。あぶら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 、隠れる隠れる隠れる。なんということでしょう。ついてない。お、ノータイム。ザ・ノータイム。あ、4ですね。ちょっと、3だと思ったのは5でしたね、あれは。4が、4だったんですね。失礼しました。私もう、色もわかんなくなってきましたね。今日画質が悪いんだよな、なんかな。なんでこんな画質悪いんだろう。4番ピンク、5番オレンジですね。これは何を入れるんだ。4、8コンビか。コンビ魂。今日いいとこないコンビ魂。当たりもしません。どうしたタックン。お、来た。コンビ返し、4球。行ってみよう。いいですね。楽しそうにやってますね。やっぱね、楽しくないとね、ビリヤードね。おおおお、すごすご。これで3-2。いやーすごい、ナイスショットでしたね。さあソウル君ブレイク、一番捉えてもらいたい。うん、ナイスだ。いやーナイスブレイク、パワフルですね。
この身長でこれだけしっかりつけるっていうのは素晴らしいですよ。そう。やっぱね、ナインボール難しいですよね。今8ボールリーグ私たち始めましたけど、やっぱね、入れる球が1個しかない。入れる球が、狙う球ね。狙う球が1個しかない。そんで、次の球も決まってるっていうね。このナインボールはね、ちょっと最初難易度高いんですよね。やっぱ8ボールのがきっとゴルフも上手くなると思うんだよな。まずはやっぱね、シュート力と簡単な手球の動き、そういうの覚えるのには絶対8ボールのがね、いい。まあ、その難しさがね、日本人に合ってるのか知んないけど、ね、ナインボールが難しいから。まずね、こう、8ボールだとこう、球なりにポジションしていくんで、こう動くから、じゃあ次この球でいいかみたいな、こう、当たり前の動きみたいなね、それを覚えられるんですよね。ナインボールだとなんかもう本当、なんだろう。神業みたいなことしかやんないから、もうアクロバティックなこと、ブレイクショットね、ダグラスショットとか、そんなこと考えてしまうから、レイトボールが流行ってくれればね、もっとこう、当たり前の動きをみんな覚えてくるんですけどね。結局、上手い人ってね、当たり前の動きでビリヤードを取ってますからね。引いたり押したりひねったりとかね、ジャンプしたりとかじゃなくて、タックもだいぶ上手くなりましたね。こうやってこう、当たり前の動きで取り切っていくと。無理しないね。押したり引いたり、急密場外したりしない。ね、もう2年ぐらい前なんか、ちょっとなんかあるともうすぐ場外してましたけど、今なんかこうね、ちゃんと当たり前のように取り切る。これをね、8ボールやってればね、早く覚えると思うんですよね。お！で、まあ、こういうミスもあり。で、8ボールだったら、これ今、ね、ソウル君なんか7番とか6番からいけるんですけど、5番を行かなきゃいけないという。理不尽ですね。これ以外の球だったら全部落とせるのに、まあ、9はちょっと難しいですけど。ぜひね、これ見て、まだまあ、B クラスとか A クラスの人はあれですけど、初心者の方とか、C クラスの方なんかは、ほんと8ボールおすすめします。達成感もありますよね。キューバだとほら、さっき、コンビで入れたりとか、ね、9番だけもらって、ラッキーみたいな。のと違って、8ボールは自分のグループボールを落として、やっと8番落とせるんで、仕事した感がね、ちゃんと仕事しました感がありますよね。ナインボールはやっぱちょっとラッキー感が抜けないんでね。まあ、それのがナインボールのいいところかもしれませんが、ビリヤード上手くなるには、8ボールのが私は近道だと思います。さあ、そんな中のやりとりね、これもだからね、7番からも行けたりするわけですよね。8ボールだと、ビリヤ9ボールだと6を入れなきゃいけない。実力差出ちゃいますよね。手玉コントロールもそうですけど、まあそれがいいのかな、分からんけど、もうちょっとみんな8ボールもね知ってほしい。ていうかビリヤードをね、なんていうか知ってほしいな。ナインボールじゃないんだよね、ビリヤードって。こういろんな球の動きを入れ続けるっていうのは、理解していただきたいね。さあ、ここら辺なんかテクニックね、ナインボールやってるから、どうする？ダブルレール。どうだ？お、ダブルレール。これダブルレール見ました？今、ダブルレール。2回超クッションに入ってるやつですね。ほら、こんなのもタック、スッてやるんですね。しばらく見ないうちにっていつも見てますけども、こんなこともできるんですね。タックね、うまいですね。
さあ、タックンリーチですね。4-2。一回マッサージしてほしいな。あ、入りましたよ。ソル君にね、俺すごいやる。僕うまいんだぜっていうところ見せてもらいたいですが、一番がちょっと難しい。穴ないですね。サイドバンクも多分出会ってしまって、手玉ともう一回当たっちゃってないので、これ穴が一つもないように見えますが、どうでしょう。コーナーバンクもないし。あ、サイドバンクあんのかな？滑ればね。あ、全然ありましたね、サイドバンクね。あ、ソウル君にいい球が回ってきません。今日はロールが悪い。どうにか。おっと、あ、見えないのか、しかも。ちょっとカーブショットですね。いろいろできますね。ソウル君ね、こう、年一で来てほしいな、なんかこう。2023のソウル、2024のソウルみたいな。2025ソウル。ある時を境にもうタックンは勝てないみたいなね。シリーズ化してほしいね。なんだったら、これが2023春でしょ？夏、秋みたいなね。簡単につきやがってタックン。簡単について外すタックンみたいな。ね、もう2025あたりだったらこんなに許されないですからね。スコ負けですよ、スコ負け。頑張れソウル君。ちょっとね、簡単な球がなかなか回ってきてない状況ですからね。そんな中でも惜しい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 。お、これも今多分右ついてたかな。やっぱポジションもしっかり考えてるんですね。これがナインボールに良くないと。もうほんと入れるわけですよ。入れやすいとこついて入れてポジション出すっていうのがね、やっぱね、まず覚えてほしい、みんなに。スクラッチ、スクラッチ。さあ、これまた、私はよくわかってないですけど、4号ですかね ?3、4ですかね ?4 号なんだな。4号コンビだな。ちょっとオレンジと赤が今日は見づらいです。私のパソコンのせいでしょうか。あ、ギリギリ入れる。おしゃれコンビ。さあ、スッと構えますね。たっくん、こう、スッと構える時もありますよね。スッと取り切るとね、スマートですけど、外しちゃうともったいないですからね。うん、うまい。さあ、これはもう決まっちゃったかな。これは下ついて、ドーン、ナイスですね。いやー、これはさすがに外れないでしょう。いやー、ソウル君、かっこよかったんだけどね。やられちゃったかな。やられちゃいましたね。やられました。うん。いや、ソル君でもいい球ついてたよ。来年ね、また来てくれると嬉しいな。まあ、これね、こんなすごい素敵な若者がビリヤードやってます。ぜひね、ソル君応援してください。ツイッターとか、確かやって、バイバーイ。かわいい。もうやってるんで、ツイッターとか、多分アカウント概要欄に入ってると思いますが、かわいい、かっこいい、絶対かっこよくなると、お前は。また遊び来てね。はい、じゃあそういうわけで、今日はソウル君とタックの、5セットマッチをお送りしました。皆さん、チャンネル登録と高評価、あと通知もオンにして、また次回の動画をお待ちください。それではさようなら。